武蔵野市で3年ぶりに街中で子どものハロウィーンイベントが開催されました。参加した子どもたちは笑顔にあふれていました。スタンプのカードをもらっていい？トリックアトリート、お菓子をくれないといたずらしたいぞ。いたずらされたくないからお菓子あげるね。はい、どうぞ。トリックオアトリートと子どもたちの可愛らしい声が響くのは、武蔵野市で今日から始まった吉祥寺ハロウィンフェスタの会場です。事前に申し込みをした子どもたちが思い思いの仮装に身を包み訪ねるのは吉祥寺駅周辺の店舗で、お菓子とスタンプをもらい、スタンプを8個集めてお菓子やシャンプーが入った景品と交換していきます。今何をもらったんですか？おやつもらってどうでしたか？嬉しかった。ハロウィンは楽しいですか？うん。何がどんなところが楽しいですか？お菓子もらうの。訪ねてきた子どもたちにあげるお菓子に工夫を凝らすところも。こちらの製菓専門学校ではトリックアトリート、どうぞ。生徒が手作りのカップケーキとクッキーがもらえるということです。生徒たちが昨日1日かけて作ったというお化けのクッキーは、顔が一つずつ違うというこだわりよう。イベント期間中、500セットのお菓子を手作りするということです。そして夕方から吉祥寺駅前で行われたのが名物の仮装パレードです。人気のキャラクターのコスチュームに身を包んだ子どもたちが踊りながら行進していきます。新型コロナの影響で3年ぶりに対面での開催となった吉祥寺のハロウィーンイベント、子どもたちの笑顔を前に担当者の喜びもひとしおのようです。つどつどこうお菓子をもらえた方がお子さんもやはり楽しいので、本当にこのリアルでの開催嬉しいですし、頑張ってよかったなと思えるところです。吉祥寺の駅前に子どもたちの声が響くハロウィーンイベントは日曜日まで行われます。